ライトいらねえなこれ。あ、黒下さんどうも。あ、やっぱ飛び降り防止用フェンスあるね。やっぱり。あとやっぱあるわ、飛び降り防止フェンス。高いねこれ。あー、高い高い高い、やばい。あ、高いわ。俺が落ちちゃわないように気をつけないと。あー、結構な警告ですねこれ。あー、結構高い。橋橋橋、これ一応これ乗ってます。ここ、あー、フェンスある、あるわ、飛び降り防止用フェンス。いや、てか行こうと思えばもうそこで食うたんですよね、これ。もう そっからアイキャンフライすればもう行けちゃいますよ、これ。意味ない、ね、見たことあるでしょ、これ。まあ、僕は初見なんで、ここは。カーンって。僕は初見ですよ、ここ。うわ、なんかちょっと映像的に見るとさ、なんか緑ライトに映るんだけど、ここライトいらねえな。でもラッキー。やばいって言ってたけどガセかなと思って。でも昔はだからこれフェンスがなかったんでしょ。だから多かったからここあれでしょ、フェンス建てたんでしょ。だからあれと一緒だよね、虹の大橋とか軽井沢大橋とか、まあそれみたいな感じだよねこれ。早い話が。寒いしかしね、なんか緑に映っちゃうんですけど、映像的に見ると。ただ車通りますね結構、だからライトつけらんない、ここは。今俺一人ですね。もう今日でこれで生放送は4件目です。で動画撮影は1件行ってるんで、まあ、5箇所巡ったことになりますか。まあ、動画撮影は15分ぐらいだからね。ここ俺の顔が怖い、どういうことですか。いや、なんか緑に映るんだよね。なんでビデオカメラそんな風に映ってないんだけど、おかしいな。まあ、あんま俺好きじゃないですけどね、橋系の心霊スポットって単調だから車今通ったけど、うん、いやここはどうなんでしょうか。緑色に映ってんね。こうやってスマホの画面越しを見るとさ、すごい緑に映ってんの。グルドカラーしてるんですよ。グルド。あ、グルとか。グルドカラーしてるんですよ。どのくらいこれ高いの、これ見えねえな、景観損ねる。これグルドだ、グルド。
橋の外を見たいんだけど。いや、街灯緑じゃないね。ダメか、乱反射しちゃうな。うんうんうん、国のせい行く。あ、でも物流屋さんが動き出してるね。2時だっていうのに、やっぱ車の往来が激しい。ねえ、これ通るね、車が。そんなに怖くねえよね、車通るとなんか安心しちゃうよね。これ郷土橋っていうんですね。全国心霊マップで確か載ってましたよ。うわっ、ちょっと待ってください、スマホ落としたら大変だこれ。もうすでに ここの段階で。あ、でもこれ、うわ、こっちにしよう。ちょっと民家があるな、民家にライト照らすよと。民家にライト照らしたらまずいな、これ。ちょっとここ、ちょっとこっち側でよ、車に轢かれたくない。ひらがな、なんか鏡の渡る橋って書いて郷土橋っていう感じです。漢字は鏡。どっか書いてねえかな、書いてねえよ。でも高さが表現できない、やぶがすごすぎて。そこの先にあれです、すっごい谷底なんでしょうか。谷底が映せないですね、怖くて。山梨県です、山梨県。山手線の外回り電車、熊出そうだな。高さが表現できないな、これ。でも飛び降り防止フェンスが、痛い、ガードレール。落ちてみて。ああ、じゃあもうそれで配信終わりだもん、黒下さん。もう配信終わりだよそれで。ここ何がすごいって、カメラ越しで緑色に映るんだよね。不気味だ、どうしてだろう。しまった、俺手袋してくるの忘れてた。暗いな。京だじゃないな、渡るだから、鏡の渡辺の渡に橋、郷土橋。これちょっと今ググってみな、郷土橋心霊で。もし手元にもう一個スマホある方いたら、スマホとかタブレットとか出てくるよこれ普通に。いや、こんなの余裕で、フリーザーさん、こんなの武空術使えれば余裕ですよ、こんな。本当に、ほほほほほ、ほー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 ってこうやっていけますよ、これフリーザーさん。これもう余裕で武空術使える人だったら意味をなさないですよこれ。ほほほほ、そう渡辺さん、そう渡辺の渡でこう郷土橋。千代さん、座布団1枚あげよう。山田くん、千代さんに座布団1枚
あげなさい。懐かしいな、昔の、円楽師匠。円楽さんだったっけ？最初の。あの人じゃない、笑点の司会の人。矢野くーんって。これはだから簡単に、まあ冗談はさておき、本当によじ登れば余裕ですよ、今でも。ネズミ返しの意味があんまりなってないかな。有刺鉄線ぐらいつけないとね、なんもないもんだって。 ほら、なんもないよ、ほら。有刺鉄線あってもさ、これから飛び降りようってやつがさ、別にそんなの気にしないでしょ。別に服が破れようがなんだろうが。多分まあでもできて、まだ柵は新しいね、これね。円楽師匠、円楽だっけ、最初の。俺が小学校の時見てた「笑点」の司会者。あ、でも車通んなくなってきたね。あれは多分、これからご出勤の方は多分漁港に出る人たちで、多分おそらく。まあ飛び跳ねてね、タッチできる。ほら、あ、ダメだ、俺ジャンプ力ね。でも全然届く、伸ばせばジャンプして。郷土橋。全然余裕ですよ、これ。虹の大橋ぐらいの高さかな。街灯がある方。街灯あるよ、これ。これ街灯なかったらもうさらに不気味になってただろうね、ここ。まあさすがにそれはねえだろうな。事故っちゃうよ、これ、車が。でもあっちはさ、オレンジライトなんだよね。で、こっちは普通の LED とは言わないけど、なんか普通のライト。このギャップ。肩重いな、ここ。なんかやだな。寒い。さあどうでしょうか。寒い。何か聞こえますか、うめき声とか。ああ、確かに。こっちはね、なんか古臭いよね。まあ俺はオレンジライトの方が落ち着くんだけど、こうどっちかっていうと。どっちかっていうとオレンジライトの方がいいでしょ、やっぱり。目に優しいよ、オレンジライトの方が。俺に何ひそひそかぶせてきた、なんか語りかけてんのかな。私に語りかけてきてる魔物よ、出てこい。魔物化してるぞ、多分。成仏してないよ、多分。ループするっていうから。その国責任取れ、国責任取れって。それはね、星の王子様ね、ここのチャットでね、言ってもね、ダメだからね、国会議事堂前で言わないと、首相官邸前とかね、ここで言ってもね、ダメだよ。笑っちゃったよ、今。ほらほらほら、こっちに漢字で書いてあるよ。
でもしてんの。ほらほらほら、郷土橋って、郷土橋って書いてある。郷土橋、あ、原さん調べてくれました。なんかそんなようなこと書いてありました。お、俺もちょっとガチョーンが上手くなってきたな。一発で戻せた、ありがとう原さん。ざわざわしてくんだ、ざわ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 って。ここはまあでもライトつけない方がいいな。そしたらじゃ静かにちょっとサイレントに。そうそうそう、書いてあるんだ。ハートサブレね、確かに。じゃあちょっと無言でもう一回渡ってみますか。さあ橋をちょっと渡りましたけど、どうだったでしょうか。カタカタ音がなんかするっていうのは、ちょっと機材がまた緩んでたのかな。なんでまた緩んだか。そんなことはねえんだと思うんだけどな。ああいや、海田さんがお休みって言ったから、ちょっと今無言でさ検証してたからさ、
まあジェスチャーでおやすみっつって緩んでるはずねえんだけどな、全部閉まってるんだよね。はつりやって何？全部閉まってんだよネジが。どういうこっちゃ？マイクのカタカタ音か。マイク、いやマイクも閉まってるね、ちゃんとネジで下で。もう動く要素がないんだよな。まあ多少はね、ちょっと今カタカタ音しないでしょ。してる？いや今動いてないんだけどな。じゃあこれでどう？置いたら、あ、バケタンがねちょっと機材に当たる音もあるよ。バケタンがあの機材にカタ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 当たってくかも。よしこれでどうだ。何が緩んでんだろうな、わかんねえな。閉まってるけどな。今どう？置いたら。置いてもしてる？それやばいんじゃねえの？置いたらだって。止まった？ちょっとマイクがあれなのかな。あ、あれだよ、これ今ズームマイクしてたからすっげえ遠くの方の音拾ってるかもしんねえ。じゃこれでどうだ。ズームマイクしちゃうといろんな遠くの方の音を拾っちゃうからな、近くの音を拾わなきゃいけないのに。遠くの方でカタカタする音はね拾ってくかもしんねえ。今ズームマイクしちゃってた、ごめんズームマイクしちゃってた。そうそうそう、あっちの方ですっげえカタ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 音してんだよ。なんかあっちの方でそれの音だ。すげえなこれ、このマイク。だからいろんなその生活音とかがさ拾っちゃってた。だってもう閉まってるとこは閉まってるからなと思って。本当。今でも止まったでしょ。さっきと違う音？もう一回ちょっとここ無言で向こうにもう一回戻りますか。写真？一応スクショは撮るか。じゃあスクショして、声？
いやいや、今俺喋ったけど。写真撮るかっつって、ボソボソ聞こえる？じゃあやっぱりネットに書いてある通りじゃんこれ。ネットに、ネット通りじゃん、なんかひそひそささやかれるって噂の現場、真相が分かりましたかな？分かったような気がする。念が入ってんのかな。念が残っちゃってる。何、今悲鳴みたいに聞こえなかった？今あーってみたいな、聞こえねえか。なんだこの音、俺なんか車来てんのかなと思ったんだけど。車がなんか来るのかなと思ったんだけど、全然違くて、下の方から聞こえなかった。耳研ぎ澄ますとなんか、そう、ヒャーみたいな、そう。これはさすがに俺耳悪くても、わかる。わかった。いや、車のさ、なんかあるじゃん。そういうさーみたいな。じゃ、なんか、来んのかな？車後ろから来んのかなと思ったんだけど、星野さん歌ったらまずいんじゃねえかな、やっぱり。いや、下に民家あるんですよね。その、で、やっぱり下の住人叩き起こしちゃうことになっちゃうから、そう、下の方っていうか、まあ、このなんつうの、そう、後ろっていうか、こう上がってくるような感じで。いや、俺は一回しか聞こえなかった。さ、ピャー、ヒャーみたいな、そう。ちょっとね、下に民家がそこに2軒ぐらいあって、まあ、近所迷惑になっちゃうかな、さすがに。ごめんごめんごめん。あ、電気ある、あそこに。あっちの先に M 電気がある。 M 電気、ちょっと個人名なんで名前はちょっとあえて出せないんですけど、肩痛くなってきたな、考えると。
いやー、この時間は寝てるよね、さすがに。首が痛え。首が痛いぞ。あー、やべ、首が痛くなってきた。これか。なんか昨日鶴さんが言ってた、なんか肩が重いって。街灯の逆側の街灯ってどう？やっぱりこっちでしょ？こっち下の方からでしょ？これ上がってくるよね。まあループしちゃってんだろうね。いや、首が痛い。そしてちょっと俺の自己主張させて。すげえ首が痛い。緊急離脱。あ、俺ちょっとさ、最後まで見れなかったんだよね。もう業務が忙しくなってきちゃって、途中で。緊急離脱ってなんかもう調子悪くなっちゃったのかな。車通った今。大丈夫？星野子さん。あ、ない。ここ影映ってる配信あるんだ。マジか、ここやばいな、これ。あ、ほんと。画面越しで、グータンさん。腰が痛い。それやばいな、それ。ちょっと針打たないと、それ。やべえな。下でしょ。でも下は降りることできねえな。この橋でっていうよりも下の方からなんだよね、声が。俺が今聞こえた。ただなんかね、なんかあっちの方でなんか工場あんのかしんねえけどさ、なんか音がうるせえんだよな、なんか。あ、ちげえか、川の音か、あっちは。で、こっちもシャーって流れてるんだけど。すげえな、これ。もう寝違いじゃないん。やばい。画面越しから来ちゃってんだよ。もう、ほぼ毎日、星の子さんとかさ、もう、心霊配信見てるじゃないですか。やっぱり。だんだん まあ、霊感が上がってきちゃってるんじゃないですかね。霊感みたいな。ほぼ生放送ばっかりでしょ、だって。誰かしら心霊配信はやってるじゃないですか、もうキャスとか合わせたら。街灯ってこれ？街灯何本もあるんだけど、これでしょ？うん、こっちの方は水の音だけど、なんかそれに混じった「わあ」みたいな、「わあ」みたいな。まあ自殺した人を幽霊というのは、まあそれはそうなんだけど、まあ心霊配信っていうのはさ、どうしても、まあ、死がついて回るもんだから、まあ、それ言ったら我々ちょっとね、心霊配信者ね、もうグーの音でも出ないんだよね 申し訳ねえんだけど。
まあ、そりゃそうなんだよ。確かにあなたの言うことも確かに一理あるけど、まあしゃあないんですよこればっかりは。結局はもう心霊スポットっていうのは結局死がついて回るもんですから。ここかここか、いやビビってはいねえけど首が痛いだけに、ね、首が痛いんすよ。あれは下の道路だよな、街灯がある。これ高さどんくらいなんだろう、下が見えないんだよね。うん、下がさ覗けねえんすよこのフェンスのせいで。まあ飛び降りさせないための自殺防止用フェンスだから軽くなったらよかったっすね。こうからちょっと見えんのかな。まあ、結構高いよ。こっから見えるかな。まあ、ちょっと危ないよこれ。本当に俺も一歩滑らしたらもう死を意味するからこれ。まあ、こんな感じです。ちょっと見えません。危ない。あ、こっから見るとあれかな、まあ、結構な高さじゃないですかねこれ。いやもう近づけないんですよ怖くて。もうこれ以上俺足すくんじゃう本当に。もうそこから反り立った断崖絶壁だからもう無理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 。行かない行かない、そんな危ないことしないこれ。ああ戻せなくなった。ちくしょう。ズームが戻せなくなっちゃった。まあまたカーンってぶつけるとね、ちょっと危ないよこの人も。マジで富士山の配信じゃねえけど本当に。え？何の音だこれ。モーターの音がする。え、何これ。あ、これの音がビビったビビったお経かと思ったよ。モーターの音だった。これのビビった。いやマジで本当に今あの稲川淳二のさあのうーってさあれ思っちゃった今。樹海のさあのお経が聞こえてくる。あの超ビビった、はあ、ビビった。あ、ここら辺で娘の影が出んな。この辺。あ、ちょっと待って、なんであんなとこに。え、ガードレール、あれ、あれがあんの、あれ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 、サイドなんだ、え、カーブミラーがあんの。え、カーブミラーか。なんであんのこんなとこに。街灯の、街灯のって何、どういうこと、街灯のって。
ルナさん、ちょっと、何、これ、何、これ。あ、こっち、このスペースなんだろう。